はい、皆さんこんにちは。フラワーアーティストシンです。まあ、最近ね、まだまだこう暑い日は続いてますけれども、夕方とかになると風がこうめっきりこう秋になってきましたよね。まあ、この夏から秋に変わるこの時期ってすごくこう僕はね、こう秋の夜の秋の香りがするんですよね。あの香りをこう嗅ぐと、まあ、ちょっと、まあ、切ない感じもすごくするんですけれども、秋が来たなっていう、また今年も秋が来たなっていう感じがするんですよね。で、今日はですね、こうちょっとこう秋の色っていうかね、暖色系、まあ、黄色オレンジ系のミニブーケを作っていきたいと思います。まあ、こういうねブーケって、まあ、これからは本当にこう季節を感じる色でもあるし、まあ、こう人にね元気を与える色でもあるんで、ぜひね皆さんも作ってみてください。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、では早速いってみましょう。まずね、このガーベラを持つんですけれども、今回こうコニカルオレンジを持ちます。コニカルオレンジって言ったら、まあ、唐辛子のオレンジです。唐辛子とか間にこうガーベラを入れると、この花弁がすごくこう傷つきにくくなるんで、すごくいいです。そしたらここに今回この手まり草を入れます。これもめっちゃ可愛いでしょ。ほら、もうこの3つだけでもすごく可愛いですね。もう1個手まり草を入れましょうか。はい、こういう感じです。そしたらここでまたこの唐辛子を入れます。で、ガーベラのオレンジですね、これを今度はこの手まり草の方に入れていきましょう。こんな感じですね。はい、そしたらここでまたこの唐辛子を一つ足します。なんか同じ花材を最初に全部持って、次にこの花材を入れて、その次にこの花材を入れてっていう、まあ、ハウトゥー動画とかもあるんですけれども、あれね、あれは結構嘘っぱちです。そんな風に都合よくいかないんですよ、こういうのは。この花を入れて1個これを入れて、また次に花を入れてこれを入れてっていうのが、だいたいこうお花を作っていく時のセオリーで、本当のセオリーです。なので、まあ、こういうやり方をしっかりと覚えていってください。はい、次にこのゴッドセフィア、フロリダビューティーを入れます。で、この葉っぱをね、整えます、必ず。このように。はい。もう一枚。これフロリダビューティーは1本の枝で何本かにこういうふうに切り分けすることができるので、それをもう1個ここに入れます。で、葉っぱをこうフロリダなんかも普通に入れるとバサバサしちゃうんですね。なのでちゃんとこうまとめていくっていう、これをまとめていくっていうのが可愛いブーケを作り出すためのポイントなんです。で、今回はこのハランをね、ここに入れるんですけど、このまんま入れたんだと、こうなんか大きいんですよ。なので、ハランは裂きます。で、こういうふうに細くしますね。そして、このフロリダと先、フロリダの先にこう入れていきます。はい、こんな感じですね。はい、このハランは、今ハランを咲きました。このハランを咲いたら、まあ、丸めてホチキスで留めます。まあ、こういう作業は本当は最初にやっとくべきなんですけれども、まあ途中でもやっぱりね、やりなんか欲しくなる時があるんです。そういう時はもう片手で、花束の時は片手でやります。で、これをこっち側に入れますね。そうするとこういう
シュッとしたブーケができるんです。いきます。こういうさっきのあのハランとガーベラとコニカルオレンジとテマリソとガーベラ、こういう花材でただ花束を作ると結構こういうねシャープなラインの花束って普通はできないんです。なのでこの花を裂いたりとかそういうテクニックをしっかりと持って、あとこのフロリダビューティーをまとめるとか、そういうテクニックを持っていくとこういう本来、ね、もっとやぼったくなっちゃう花材でもやぼったくしないで花材を花束を作ることができるんです。それを今回は、ね、よく覚えておいてください。花材が悪いからできなかったとか、こういう花材は好きじゃなかったとかって言っちゃう人結構多いんですけれども、それは違います。お花のせいっていうことはまずないんですね。できなかったのは自分の技術がまだそこまで達してなかったからっていうのが理由になりますので、決してお花のせいにはしないでください。もっともっと作るともっともっと上手くなります。なのでこういうルールとか一回は見てるだけじゃなくてやってみてください。そうするとうんと上手くなります。では今結束して正面から見てみましょう。どうぞ。はい、こちらの花束はいかがだったでしょうか。本当にこう数本のね花材でも可愛いミニブーケが作れます。ただミニブーケというとこう丸っこい花束を連想しがちなんですけれども、作っちゃいがちなんですけれども、まあ、こういうねシャープな感じのものもできますので、ぜひトライしてみてください。ではですね、また次回可愛い花束かかっこいい花束とか、まあ花束とアレンジか作っていきたいと思います。また次回お会いしましょう。 See you next time。花材のせいにしちゃダメですよ。